どうもどうも、ゆきじさん。お家に立派な地下室ができてたでしょ。まだ見てないけどね、ごめんなさいね。あれだけ立派なお家を建てちゃう人はそうそういないんだな。もまあね、僕しかいないんじゃないですか。249万8000ベル、高い。今回もタヌポートの ATM からお願いするだな。もこれ以上大きくできないからね、と。じゃあそういうことでよろしく、よろぴく。まあいずれ返しますよ、いずれね。我が島の評価って今どんぐらいです？島の評判。うん。三つ星か。ほら、毎週日曜この島来るのは楽しみなんだに。ばっちゃんの膝の調子良くなったらいつか連れてきてやりてえな。魅力が増しているとの声が大きく見られました。ああ、いいじゃないですか。あ、それ前回からの比較でどう変わってるよっての教えてくれるんや。景観ね。柵ね。柵をもうちょっと立てろって言われますね。インフラ整備のご相談。はい。坂の相談をお願いします。坂を作りたいと。うちのところから砂浜というかキャンプ場に降りる用のやつを作りたいんですけど、あそこに降りるとしたら何がいいかな。なんかシンプルな方がいいよね。変にガチガチなやつだとなんか変な感じするんで、これでいいんじゃないか。白い板のスロープお願いします。はい、はいはい。とインフラ整備のご相談で、区画整理、あと引っ越しさせたいのは金閣奥太郎フラッペなんだよな。うん、まずは金閣からお願いします。はい、どうですか、引っ越し大丈夫ですか。全然構わねえぜ。窓から見える景色が変わるってのも悪くねえから今から楽しみだぜ。せい、金閣さんはね、もっとね豪華なところに引っ越してもらいますので、プライベートビーチがあるねやつどこに行ってもらおうと思ってるんで、あ、ちょうどいい感じ。想像しよう。いいんじゃない、オッケー。右の方崖だけどね。うん、すごい角度から見とるな。よし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 、金閣さんち、ここでもう、ここはもう金閣さんちのプライベートビーチって感じでちょっとやってみようか。隠れ家的なね。うん、いいじゃないですか。で、あとは奥太郎かフラッペをここに建てたいんだよね。で、もう一人はここかな、お家、うん、に建てて、ここなんか広場にしたいね。いや、まずその格好まずいって。一応服ちゃんと着なってまずいって、その格好。建物同士が近くなりすぎるから別の場所を選んでね。何？なんだって？あ、この家と近いってことか。じゃあ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 、これならどうだい？これならいいかい？想像してみよう。どんな感じになる？あ、いいね。いいね、いいね、いいね。オッケー。よし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 。で、金を貢いどこう。128,000ベル。もうすぐ返しちゃおう。協力しちゃう。出せるだけ。はい、募金。よーし。OK。今日のインフラ整備、終わり。アレゲッティさん、その服はやめたがいいね。ですね。これ。ちょっと買ってきたから、着て、着て。まあ、これは、
ツイードワンピースじゃないですか。ちょっと着させてもらいますね。うん、着てきて。似合うと思うよ。あ、かわいい、かわいい。あ、合ってる。あ、似合ってる、似合ってる。こういう色素敵ですよね、バニャン。お返しをしたいんですけど、私できる品物がないんです。もう気にしなくていい。いや、もうお金もいらないって。いや、もうね、下着姿はさすがないと思ったんだよ。いや、似合ってるじゃん、その服。よかった。いや、いいね、いいね。合ってる、めっちゃ合ってる、あの服。かわいい。ヨネさん。あ、掃除仲介、ごめんね、邪魔して。よく来てくれたね、ゆきのすけ、かな。おしゃべりしよう。あのさ、あんたが昨日穴を掘ってそこにお金を埋めてたって話はマジなのかい？あ、マジだよ。噂には聞いたことがあったけど、これが埋蔵金。埋蔵金ってやつか？かな？埋蔵？埋蔵はしてないな。埋蔵だね。そして木が植える。入るんだよ、あれは。すごいんだよ。ちゃんとお掃除してる、偉い。偉い。奥太郎。ウィス。よ、わざわざ来てくれたのか、タコ。話しに来たよ。そういや、ユキジ、昨日大量にフルーツを拾ってたらしいが、全部一人で食べるつもりか？全部ね、献上しました。お金にしました、お金に。あそこは我が村のね、財源ですからね。お話しようや。あんまり見るんじゃねえぞ、タコ。最近、奥太郎外に出ないね。自粛してんのかい？偉いじゃないか。これください。ジロジロ見られるってのはどうも落ち着かねえもんだから好きなだけゆっくりしててくれ、タコ。さっきは見るなって言ってたのにね。これ欲しいな。これ欲しい、これ。ね、欲しい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 。話しようよ。島のみんなともっと仲良くなりてえから、おめえのこともいろいろ教えてくれねえか。まずはそうだな。おめえはスポーツって興味あるかい？好きなスポーツとかあるなら俺にも教えてくれよ、タコ。ここにはないですね。ああ。言えるんだ。バイク。ロードが好きですね。ロードバイクで間違いねえか、タコ。うん。ロードバイクか。実は俺もちょっと気になってたんで。本当か？わかってるか？そうだ、ユキジ。もしそれをやる機会があったら俺にも声かけてくれよ、タコ。じゃあ今から行くかい？自転車。乗り行くかい？乗る気はないみたいですね。じゃあね。よいっす。マイホームのご相談。リフォームしたい。1階につき5000ベル。あ、安いね。お願いします。はい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 。どんな感じでリフォームができるの？あーね。あ、かやぶきとかいろいろできるんだ。へえ、なるほど。ピンクな洋瓦の屋根がいいね。あ、かわいらしいね。でも、そうだな。あー、そうだな。あ、これ、あー、これ、あー、好き、あー、好き。あー、好きってなんや。あ、これもいいな。でも、これちょっと、独特、なんか骨っぽい感じあるね。ちょっと、これだな。これがいいですかね。で、扉はね、そうだな、参ったね。そうだね、扉難しいね、扉ね。あー、いいじゃないですか、これ。あ、ドアいっぱい、ドアだけでめちゃくちゃあるやんけ。おい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 、ドアやべえ、いっぱいあんね。え、すげえ。おー、すげえ、いっぱいある。お、ポストむずいね。ポスト何がいいかな。これなんかゴミ箱っぽくて嫌なんだよな。これで。扉これでいいか？扉、いや、これだな。ちょっと待ってよ。いいじゃん。カーテン？あ、カーテン閉めるか開けるかってこと？いいじゃん。
オッケー。はい、5000ベルは安いね。よし、お、ボルト、いけ、やったれ、やってやれ、今だ。あー、いけ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 、捕まえろボルト、頑張れ。あー違うぞ、外れてる。あー落ち込んじゃった。ちょ、ボルト下手くそだよ。今日はよく会うねベイベー、お話に聞いたよ。昨日君が地面にお金を埋めたって噂を耳にしたんだけど、随分大胆なことをするんだね。ボルトも一回やってみるといいよ。ユキジ君の埋蔵金一体どれだけあるのか。ふふ、ロマンがあるなベイベー。 ATM にいっぱいあるよ、400万ぐらい。あいつでかくね、こいつでけえやろ。全然気づいてくれんか、あいつ。あーはーはーん、やらかした。どうたけけ、やあ、ごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気ままに気の向くさせてもらってるんだ。夕方6時からは曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。6時からね。はいはい。夜です。夜です。何酔ってます。お酒を気持ちいい感じに飲んで酔いました。夜だと歌ってくれるんだってね。戸田家さん、聞かせてください。うん、リクエスト、タイトルでも君の今の気分でも言ってくれたら答えるよと。今の気分は、ご機嫌。 OK、 そういう気分なんだね。それじゃあ演奏するから席についておくれよと。着きましょう。後ろで金閣とピンピンが喋ってた。くそー、喋りてーよー俺も。アイゲって一緒に聞こうか。立たされるんかい。フラッピーも一緒に聞こうよ。おーみなみおえおーみおえおーみみなみおーおーみなみおえおーみみなみなみおなみみおーみなみおえおーみおえおーみみなみおーおーみなみおえおーみみなみなみおなみみおみなえおなみなみおおみなみえおなえおみなみなおみなえおなみなみおおみなみえおみなみえおおみなみおえおみおえおみみなみおおみなみおえおみみなみなみおなみみ。おみなみなみなくえなおおくえみおなおなみおなくえおみおみおなおおみなみおえおみおえおみみなみおおみなみおえおみみなみなみおなみみおみなみおえおみおえおみみなみおおみなみおえおみみなみなみおなみみおみなみおえおみおえおみみなみおおみなみおえおみみなみなみおなみみおみなみおえおみおえおみみなみおおみなみおえおみなみなみおなみみ。Nintendo.
どうもありがとう。今の曲をプレゼントさせてもらったよ。後で持ち物を見てくらん。聞いてくれてありがとう。ケケパレード。ありがとうございます。ケケパレード。お、ことぶきおる。カッパもおるね。でもここはね、みんな集まれます。いいんだよな。流すとしたらうちの仲がいいな。あら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 、みんなもなんか座ってるじゃないの。ちょっと。あ、歌って歌って。今日はね、いい曲をね、聴きたいよ。今の気分はね、そうだね。ブルーでちょっとやってくれるかい。じゃあそしたらだ、いっぱいみんないてくれるね。ケケ演歌俺持ってる気がするな。立つんかい、座らせたんじゃないんかい。おみおえみみみなみなおみみおえみなみななみおおみおえみみみなみなおみこえおおみななみお。フロッペがいる。フロッペがなんか映ってる。ミミオナミクエオクエオナミクエミミオオナクエクエオオクエミオミオクエオミオナオクエクエオナナクエミオクエオオミオクエミミミナミナオみみおふえみなみななみおおみおふえみみみなみなおみふえおおみななみおおみおふえみみみなみなおみみおふえみなみななみおおみおえみみみなみなおみくえおおみななみおフラッペ、めっちゃ入ってたよ、君、フレームイン。今日も盛り上がっていこうね、ヒアリ。おしゃべりしようや。ねえねえ、見てみて、ゆきちゃんが譲ってくれたこのステンカラーコート。それね、フラッペにね、一番似合ってるよ。服そのものもいけてるけど、あたいの気候の足もいい感じでしょう。今、一番のお気に入りだよ、ほんと？嬉しい。一番のお気に入りなの？嬉しい、泣きそう。お、バーバラ姉さんもいる。みんな座り始めたの。おい、金閣、何見とんじゃお前。お、こらこらこら、お前も参加せんかい。おいおいおい、ちょっとみんなこれ参加してるよこれ。ねえちょっとね、フラッペもさ、フラペチーノもちょっと座ってや、座ってねえ、一緒に見ようよ。あ、お水やりありがとう。ね、ちょっと一緒に聞こうよ。お、座るんでないかい。お、座るんでないかい。これ座るだろう。お、座りに行ってるよ。座るよ。キュー
綺麗にスルーだね。すごい。みんな揃ってる。ちょっとこうお写真撮りたいね。お写真。青ピンピン一緒に笑ってくれた。嬉しいな。みんな気づくで。あら、後ろのフラッペもフラペチーノも反応してくれたね。あら、可愛らしい。よー、おはようございます。4月19日日曜日午前10時45分です。お知らせないですか？そうですか。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。日曜始まり感の考えですか？そうなんですね。わあ、お家変わってる。かっけえ。これは土着とかっこいい。間に合うか。間に合った。よし。あ、雪之助、僕ね、今からバーバラ君に目力っての教えてもらうんだよ。確かにバーバラ姉さんは目力すごいね。ふふ、いいとこに来たね。ほんと間に合ってよかった。あんたも受けていくかい？うち直伝の大人の目力講座。いやー、アダルティ。まずは体の力を抜いてリラックスしたところで目の周りに神経を集中させるのさ。ちょ、見えない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 よ。ねえ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 、見えないんだけど。せーの、こうだ。見えないよ。ひっ、うわー、あーあー、レムーレムー、泣かないでー泣かないでー。え、ちょっと何ビビってんだよあんた。どうしよう雪之助、これじゃなんだかうちがいじめてるみたいじゃないか。こら、レム、教えてやってるだけなのにこんなとこで泣くんじゃないよ。姉さん、それは逆効果です。うわーん。ますます怖いよ。怖いかよ。レム、泣かないで。姉さん、この調子じゃ、あんたが大人の目力を使えるのは当分先のようだね。かな。そういう結論なの。いや、レム可愛い、本当に。いや、あれは姉さん悪くない。姉さんは教えただけだもんね。わかるよ。姉さんは悪くない。よし。とりあえず100万ベル分買いました。買ったまま人の島に売りに行きます。ちょっとですね、卑怯な技かも、卑怯な技と思われても致し方ありませんが、友達のタイムトラベラーがなんと今日このタイミングで株が500何ベルだというお話をお伺いいたしました。私今から売りに行こうと思っております。というところで、ですね、お金稼ぎまくります。もうお金一時稼がなくていいんじゃないかぐらいで稼ぎます。タンタンとレムが喋ってる。あ、ゆきのすけ、ちょうどいいところに来てくれた。今タンタンくんとお話ししてたんだけど、ちょっとわかんないことがあるんだ。話してすぐなのにもうそこまで話したのか、お前らすげえな。じゃあ聞かせてくれ。そうなの。え、ゆきのすけ映ってる。タンタンに映ってる。ゆきのすけはどっちがどっちだったかわかる？何が？体の左側に目がついているのがカレイなのかヒラメなのか。あー、カレイではないですか。左がヒラ…え、嘘でしょ。左がヒラメ？ヒラメかい？左がヒラメ。わあ、さすが雪之助、やっぱり物知りだね。そっか、左ヒラメに右カレイってればいいんだ。わお、それで覚えれるかな。何ともかかってないけど、僕早速釣りにと思ったけど、どっちみち釣ってみなきゃヒラメかどうかわかんないや。ふわー、確かに可愛い。てか雪之助が映ってんだけど。ヤッホー、楽しくやってる？わおね、雪之助って呼んで。雪之助って実はあたい一日のうちで今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね。あ、そうなの？このお昼の時間帯が。
ねえ、ちょっと俺の名前呼んで。ゆきじちゃんって言っとるやんけ。どっち？どっち？ピンピン寝てる。かわいい。かわいいよ。すべて完了しました。ですね、預金残高今、1,625,4,817ベル。ガッポガッポやで。いやー、ありがとうございました。ロア様、ロア様ありがとうございました。というところで、ローンの返済。預金から、249,8,000ベル、一括で、ローン返済。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。だなもあれだけのローンをこのスピードで返してくれちゃうだなんて全く大したお人なんだもん。借金なしであんな立派なお家に住めてゆきじさんの暮らしはもう一生安泰なんだもんね。たぬき開発としてもゆきじさんのお住まいは永久保証ってことで、今後はお家のリフォームを1日1回無料で引き受けさせていただく。だなもありがとうございます。それじゃあこれからもたぬきよろしくお願いします。だなもこれ以上は大きくならないんですね。あ、どうしたどうしたボルト。ちょうどよかった。このスポーツチャージ引き取ってほしいんだ。べスポーツチャージかい。今の僕には宝の持ち腐れさ。君なら使いこなせると思って。ベイベー、ありがとう、助かる。ちょっと変身してるとね、これ着れないのがめんどくさいんだよな。スポーツチャージを身につけて、あ、色がいいじゃん。ちょっと見て見て、着たよ。おやおや、今度はどんな用だい、ベイベー。お話しよう。ちょっと着てみた。うわ、君が着てるその服、随分センスがいいね、ベイベー。いや、あの、さっきあなたからもら、あ、うん、お、うん、あ、え、そうだよ、そうだよ、気づいてくれたかい。よかったよかった。僕が譲ってあげたスポーツジャージじゃないか。着てくれてるみたいで嬉しいよ、ゆきじくん。そうだろう。これね、ふふふ、わかったから落ち着いて話してごらん、ベイベー。おしゃべりしよう。昨日水やりしてくれたんだってね。水の露がキラキラと輝いて花たちも嬉しそうだったよ、ベイベー。いや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 、ありがとうございます。